杖を裂く。妻、前回の続きからです。私は思うのだった。ブティガと私の間には何という恐ろしい違いがあることだろうと。ブティガは何よりもまず長持ちと堅実さとを心がけて物を作り、それを第一義とし、人間の衛生に一種特別な意味を付し、死ということは考えず、おそらく死の可能などはろくに信じてもいなかったろう。ところが私は自分で鉄橋や石の橋を架けた時にも、それが何千年と存続するであろうにもかかわらず、これは永遠のものじゃない、こんなものは何の役にも立たないという考えを離れられなかった。もし今誰か俊敏な美術史家の目にブティガの戸棚の私の橋が止まるようなことがあったら、彼はこういうに違いない。この二人はそれぞれ注目すべき種類の人間である。すなわち、ブティガは人間を愛し、人間が死に滅びるという考えを入れず、したがってその家具を作るにあたっては不滅の人間を目当てにした。一方、義士アソーリンは人間をも生活をも愛さず、創造の幸福なる瞬間にあってすら、死、滅亡、有限性の観念を廃し得なかった。だから見たまえ、彼のこれらの線のいかにみすぼらしく、いじけ、臆病で、惨めであるかを。僕はこの辺の部屋にしか火を焚かないのでね。とイワン・イバノーヴィチは自分の使っている部屋を見せながらつぶやいた。女房が死に、せがれが戦死してからは表の方の間は閉めてしまったんだよ。彼は一枚のドアを開けた。そして私は4本の円柱のある大きな部屋と、古いピアノと、床の上の空豆の山とを見た。寒気と湿気の匂いがした。次の間には庭のベンチがしまってある。とイワン・イワノイチがつぶやいた。もう誰もマズルカを踊るものがないのでね、閉めちまった。音がした。ドクトル・ソーボリが来たのだ。彼が寒いので手をさすったり、濡れたひげをなでつけたりしている間に、私は第一に彼が非常に生活に屈託しているので、そのためイワン・イワノーヴィチや私に会うのが嬉しいのであること、第二に彼がお人よしの純朴な男であることを見て取った。彼が私を眺める目つきによると、私が彼に会うのをとても嬉しがり、彼のことに非常な興味を持っているとでも思っているらしい。二晩寝なかったです。と彼は素朴な目つきで私を眺め、櫛の手を休めずに言った。一晩は三分のおもりでね、もう一晩は夜通し南京虫に責められてね、百姓のところに泊まったんです。
だからもうサタンみたいに眠いんですよ。それが私に満足以外の何物をも与えないに決まっているといった顔つきで、彼は私の腕を抱えて食堂へ連れて行った。彼の純朴な目つき、よれよれのフロック、安物のネクタイ、ヨードフォルムの匂い、それらは私に不愉快な印象を与えた。これは悪い仲間に入ったなと感じた。食卓に着くと、彼はボトカをついでくれ、私は情けない微笑とともに飲み干した。彼は私の皿にハムを一片取ってくれ、私は慎んで食べた。反復は学習の母なり。塗装堀は二杯目を急いで飲み干しながら、まるで嘘みたいな話ですが、立派な方々にお目にかかれた嬉しさに眠気も覚めてしまいました。私は百姓で、片田舎の野育ちで、礼儀も何も忘れましたけれど、皆さん、私はやはり今でもその知識人なんで、真面目なところ話し相手のないのはつらいものですな。まず冷やし料理として、わさびとスクリームをかけた子豚の上肉がれ、それから脂っこい舌の焼けるような豚肉入りのキャベツ汁と、湯気が柱をなして立っているそばがゆが出た。医師は相変わらず喋っていたが、私は間もなく彼が性格の弱い、外見のだらしない不幸な男であることを見て取った。三杯の酒で酔って不自然に元気づき、喉を鳴らし唇をピチャつかせて盛んにパクつき、いつの間にか私にエッチェレンザというイタリア語の称号を送った。彼を見たり聞いたりするのを私が非常に喜んでいるのだと決めてかかっているらしく、牧羊な目つきで私を眺めながら、妻とは遠の昔から別居していること、俸給の4分の3を彼女に仕送りしていること、彼女は子供たちと一緒に町に住んでいること、この息子と娘を彼は崇拝していること、彼はある御家さんの女地主で知識のある女を愛していること、しかし普段は朝から夜中まで仕事に追われて、まるで暇というものがないのでめったに会いに行けないことを話して聞かせた。一日中病院に詰めたり往診に出たりで、と彼は語るのだった。まったくですよ、エッチェレンツァ。好きな女のところへ行くどころか、本を読む暇だってありません。10年の間、何一つ読みませんでしたよ。10年ですよ、エッチェレンツァ。それから物質的方面については、一つこのイワン・イワヌーヴィチにお尋ねを願いたいです。時によるとタバコ銭もない始末でしてな。その代わり精神的な満足が終わりでしょう、と私は言った。何ですって？と彼は聞き返して片目を細くして見せた。いや、そんなことより、まあ一杯やりましょう。私は医師の話を聞く一方、いつもの癖で自分のお決まりの尺度を
彼に当ててみた。物質主義者、理想主義者、金、群生本能等々、しかしどの尺度も近似的にすら当てはまらないのだった。そして奇妙なことには、彼の話を聞いたり顔を見たりしているうちは、彼は人間として私にとって完全にはっきりしていた。ところが私が例の尺度を当て始めるが早いか、実に開けっぱなしで単純極まるこの男が異常に複雑な、こんぐらがった、不可解な性格になってしまうのである。一体この男が、と私は自問するのだった。他人の金を使い込んだり、信用を裏切ったり、代金のいらぬ穀物をくすねたりする男だろうか。そして今ではもう、かつては真剣な、余裕しいものだったあの問題が、ごく単純な些細な、しかもやぼったらしいものに思われるのだった。ピローグが出た。それから忘れもしない、長い間を置いて、その合間合間に私たちは果実酒を飲んでいた。鳩の肉汁が、もつが、培った小豚がれ、カモ、シャコ、花キャベツ、クリーム入りのまんじゅう、ミルクをかけた牛乳、ジェリー、そして最後にジャム付きのプリンが出た。はじめのうち、とりわけキャベツ汁とそばがゆとは舌鼓を打って食べた。が、あとは情けない微笑を浮かべ、味も何もわからずに機械的に噛んで飲み込んだ。舌の焼けるようなキャベツ汁と室内の運気のため、私は顔がカッカとほてった。イワン・イワヌーイチとソーブリもやはり真っ赤な顔をしていた。レイ夫人の健康のために、とソーボリが言った。私はあの方のお気に入りでしてな。じいがよろしく申したとお伝えください。幸せな人だよ、まったく。と、イワン・イワノウイチは短足して、自分では骨も折らず、肝も揉まず、アクセクもしないのに、今や軍家随一の人物になってしまった。事業の大部分はあの人の手中にあるし、ドクトルも軍会のお偉方も夫人方もみんなあの人の周りに寄っている。れっきとした人間は自然とそうなるんだな。そう、リンゴに実をならせるに気をもむことはない。神前になるってね。冷静な連中は気をもまないさ、と私は言った。そうそう、とイワン・イワノウイチは聞き取れずに口をもぐつかせた。そりゃ全くそうだ。冷静でなくちゃならんな、人間は。なるほどなるほど。つまりその神様と人間の前に正しくありさえすりゃ、あとはのとなれさね。エッチェレンツァ、とソーブリが操縦な顔をして言う。一つ我々の周囲の自然を見ていただきたい。襟から鼻でも耳でも出したら最後もぎ取られてしまうです。原っぱに1時間も経っていたら雪だるまになってしまうです。
村と来たら、レーリクの頃、すなわち9世紀も同じことで、ちっとも変わっちゃおりません。相変わらずのペチェネーグ人だの、ポロベーツ人、ともに古代の遊牧民だのばかりです。知ってることといったら、火の出ること、飢饉のこと、それっきりで、まあ我々は大車輪で自然と戦ってるわけです。何の話だったっけな？そうそう、もしです。いいですか？まあ失礼な例ですが、仮に今度のどさくさをですな、よくよく考え観察し研究してみます。するともうそれは人生なんかじゃなくて芝居小屋の価値なんです。そこで恐怖のあまり卒倒したり金切り声を立てたり駆け出したりする輩は秩序の大敵ということになる。よろしくまっすぐに立って両目を大きく開け、中とも言っちゃなりません。めそめそ泣いたりさじにかかずらわっている暇はありません。相手が自然の防衛である以上、こっちも盲目の力を持って対抗すべきです。岩のごとく頑固で頑強でなくちゃなりません。そうじゃないかね、おじいさん、と彼は岩の内を振り向いて笑い出した。私という人間は自分が百姓ばあさんでボロ雑巾で泣き虫のメソメソ野郎だもんで、メソメソしたことは我慢がならんのです。ちっぽけな感情は大嫌いなんです。あるものは塞ぎ込み、あるものはおじけづき、またあるものは今にもここへやってきて、やれやれ君らという人間は10皿も料理を平らげといてから難民のことをしゃべり出すのか、と言うでしょう。実にケチくさくて愚劣です。さらにあるものは、エッチェレンツァ、あなたのことを金持ちだと言って非難するでしょう。こんなことを申して失礼ですが、エッチェレンツァ。と彼は片手に胸を当てて、大声で続けた。しかしながらです。あなたがここの予心判事に仕事を与えて、お宅の泥棒を日夜探させなさるというのも、あなたとしちゃ失礼ながらやはり細かすぎますな。私はいっぱい機嫌だもので、こんなことを今ベラベラ申すのですが、どうもいささか細かすぎますな。誰があの男に心配してくれと頼んだでしょう。僕にはわからんな。と私は席を立ちながら言った。とにわかにたまらなく恥ずかしく腹立たしくなって、テーブルの周りをぐるぐる回り始めた。誰があの男に心配してくれと頼んだんだろう。僕は点で頼みはしない。あんなやつは鬼にさらわれるがいいんだ。三人逮捕して放免したんですよ。人違いだったもんでね。今また新規に探してますよ。塗装堀は笑い出して、罪ですなあ。僕は断じてあの男に心配してくれと頼みはしません。と私は興奮のあまり泣き出しそうになった。そんなことをして何に、一体何になるんです。そう、じゃあ仮に僕が間違っていた。私のやり方が悪かったとしましょう。
だが何だって先生たちは私がますます間違いに踏み込むように仕向けるんです。まあ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 と総振りは私をなだめながら、まあ私はいっぱい機嫌で口を滑らしたんですよ。私の舌は私の敵ですよ。さてと、と彼は吐息をして、ごちそうもいただいたし、お酒もいただいたし、では一休みしますかな。彼は席を立って、イワン・イワノウイチの額に接吻し、満腹のあまりよたよたしながら食堂を出て行った。私とイワン・イワノウイチは無言でしばらくタバコを吸っていた。僕はね、君、飯の後で昼寝はしないんだが、とイワン・イワノウイチが言った。君はどうぞ長椅子部屋へ行って休んでくれたまえ。私は言葉に従った。その長椅子部屋と呼び習わされた薄暗いムンムンするほど暖炉を焚き込めた部屋には、竹の長い幅の広い頑丈でどっしりしたソファーが壁際に並んでいた。私物師ブティガの細工である。その上には高いほどの厚みのふかふかした真っ白な寝床が重ねてある。多分あのメガネの老婆が述べたものであろう。寝床の一つに長椅子の背に顔を向けて、上着も長靴も脱いだ総振りがすでに眠っている。残る一つが私を待っている。私は上着を脱ぎ靴を取って、疲労としんとした長椅子部屋に宿っているブティガの息吹と総振りの軽い優しい息吹とに身を任せながら、おとなしく横になった。とたちまち私の夢に妻の仕事部屋が、恨めしそうな顔をした駅長が、積もった雪が、芝居小屋の火事が現れ始めた。うちの納屋からライ麦を20俵盗んでいった百姓たちも夢に現れた。とにかく判事が彼らを放免したのはいいことだと私が言う。私は自分の声で目が覚め、1分間ほど怪言の思いで総振りの広い背中を、直起の微状を、太った厳しさを眺め、それからまた横になってうとうとする。私が二度目に目を覚ました時はもう暗くなっていた。総振りは寝ている。私は気持ちが安らいでいて、早く家へ帰りたかった。私は服をつけて長椅子部屋を出た。イワン・イワノウイチは書斎の大きな肘掛け椅子に座って、じっと身動きもせずに一点を見つめていた。私が寝ていた間中、彼はそうした麻痺の状態を続けていたと見える。ああいい気持ちだと私はあくびをしながら言った。まるで復活祭、春分後第一の満月に次ぐ日曜日を復活祭日とし、この日それに先立つ6週間の精進を被る。つまり精進落ちである。2、
精進落ちをした後で目が覚めた時のような気分だ。これからはたびたび君のところに寄せてもらうよ。ねえ君、家内は君のところでごちそうになったことがあるかね。ちょいちょいはね。と岩の市は身動きをしようと努めながらぼそついた。この前の土曜はここで昼飯をされたよ。そう、あの人は僕を可愛がってくれる。ちょっとした沈黙の後で私は言った。君覚えてるかね、岩の市。君は僕に悪い性質があって付き合いにくいって言ったっけね。だがその性質を変えるにはどうすればいいのかね。僕にはわからないな、君。僕はあおんぶくれの皮のたるんだ人間だ。とても助言なんかする柄じゃないさ。そう、僕があの時それを言ったのは、君も好きだし、君の奥さんも好きだし、親父さんも好きだったからだよ。そう、僕はもうじき死ぬんだから、何の君に隠したり、嘘をついたりすることがいるものかね。だから言ってしまうが、僕は君が大好きだけど、尊敬はしていない。そう、尊敬はしていない。彼は私の方へ向き直って、息を切らしながら、ひそひそ声をやっと出した。君を尊敬することはできない相談だよ。なあ君、見たところはなるほどれっきとした人間だ。君の見てくれと押し出しとは、ちょうどフランスの大統領カルノーのようだよ。こないだ営利新聞で見たんだがね、そう。君の言うことは高尚だ。君は秀才だ。関東だって僕なんか、お呼びもつかないさ。だがね、君は将軍が座っていないんだ。少年に骨がないんだ。そう。好き対人だね、要するに。と私は苦笑した。だが家内はどうかね。何か家内のことも言ってくれないか。君の方がよく知ってるんだろうからね。私は妻の話がしたかった。が総堀が入ってきてその邪魔をした。人寝入りして顔を洗ってきました。と彼は純朴な目で私を見ながら言った。一つダム入りのお茶でも頂戴しておいとましましょう。7。もう晩の7時を過ぎていた。控え室から玄関の昇降口まで岩の市をはじめ、二人の百姓女や眼鏡の老婆や小娘たちや百姓が総出で口々に泣き声やあらゆる幸福を祈る声を立てながら見送ってくれた。馬の周りの暗闇には提灯を下げた人々が佇んだり歩いたりしていて、私たちの駆車に道順や走らせ方を教え、道中の無事を祈ってくれるのだった。あの家では一体どこからあんなにぞろぞろ出てくるんですか？と私の三頭立てと医師の二頭立てが波足で庭先を出かけたとき、私は尋ねた。
あれはみんなあの人の濃度ですよ。塗装堀が言った。あの人のところにはまだ時勢の移り変わりが来ていないんですな。昔の召使いの誰や彼やがああして余生を送っている。どこへ行こうにも見張りのないみなしごもいる。また座り込んでしまって、てこでも動かんという連中もあります。不思議なじいさんですよ。酔っ払ったニカロールの期待な声、風、目に口に、毛皮街灯のひだというひだに這い込む執念深い雪。ほう、飛ぶわ飛ぶわと私は思う。風が叫び、クシャたちがわめく。これら狂い荒れるざわめきのもとで私は思い出す。この奇怪な荒々しい生涯に一あって二度ない一日の古才を。そして私は自分が実際気が狂ったか、または別人になった思いがする。今日この日までの自分が今はもうまるで赤の他人のようだ。医師は後ろに続いて絶え間なしに大声で自分の草と話していた。時々彼は私に追いついて並んで走り、例の私にはそれが嬉しいに違いないと決めてかかったような純朴な信念で、巻きタバコを勧めたり、マッチを貸してくれと言ったりした。また私と並んだかと思うと、いきなりふんぞり返って、腕のたっぷり2倍は長そうな毛皮街灯の両袖を振りながら叫び始めた。ピシピシやれわしか、先頭立てでも追い越しちまえ。すると医師の子猫連は、総堀と彼のわしかの気味よげな高笑いとともにぐんぐん先へ出た。私のニカノールはむっとして三頭の手綱を控えたが、やがてもう医師の鈴の音が聞こえなくなると両肘を張って一声わめき、そして私のトロイカは気違いのように後を追って失踪した。どこかの村へ乗り入れた。灯火がきらめき、農舎の影絵がちらつき、誰かが、やい畜生ども、とわめいた。2キロは飛ばしたと思うのに、街路はまだ続いていて、その果てしは見えない。まあ一つ、この町を養ってやってごらんなさい。ところがここには、こんな町が5つもあるんですからね。おい、止めろ止めろ。と彼は叫んだ。居酒屋へ回すんだ。人温まりして、馬も休ませにはならん。居酒屋のそばで泊まった。私の管区にはこんな部落は一つどころじゃないのです。と医師はキーキー言う滑車のついた重たいドアを開けて、私は先に入れながら言った。昼日中に眺めたところで、こういった町には果てしが見えません。それにまだ横丁もある。全く頭をかくほかはないです。何かしてやろうにもなかなか骨ですよ。私たちは上等室に通った。そこではテーブル掛けの周期が鼻をつき、
私たちの入ってきた気配に、外側に出して帯を締めたルバーシカと直旗だけになって眠っていた百姓がベンチから跳ね起きた。ソーボリはビールを、私は紅茶を頼んだ。何かしてやろうにもなかなか骨ですよ、とソーボリが言う。あなたの奥さんは信念を持っておられる。私はあの方の前には頭を下げます。敬服します。だが自分としてはからっきし信念が持てないのです。私どもの民衆に対する関係がありきたりの事前の性質、つまり育児院だとか廃兵院だとかに見られるような性質を帯びている間は、私たちはずるく立ち回ったりごまかしたり自己欺瞞をやったりして済ましているだけの話です。本当は我々の関係は実務的なもの、計算と知識と正義とに基づいたものであるべきはずです。あのワーシカは若い時からずっと私のところで作法をしていたものですが、やはりうちが凶作で、あの男は飢えて病気になっています。で、今仮に私があの男に1日15コペイカずつやるとすれば、それで私はあの男を元の作王の境外に戻そうとすることになります。つまりまず何よりも私自身の利益を確保しながら、しかもその15コペイカをどういうわけか救済とか善根とか名付けるわけですね。そこで一つこうしてみましょう。最も内輪に見積もって一人当たり7コペイカとし、一世帯を5人ずつとすると、一世帯を養うには日に350ルーブリかかります。この数字こそ1000世帯に対する私たちの実務的かつ必死の関係を決定するものです。ところがどうです、私たちは日に350どころかたったの10ルーブリこっきりを出して、やれ救済だとか、それであなたの奥さんはじめ私たちがみんな実にどうも素晴らしい人間だとか博愛万歳だとか言っています。ざっとまあこうした次第ですよ。あなた、私たちが博愛を調調する時間を減らして、その代わりもっとよく計算し分別し、もっと良心的に自分たちの義務に対することにしたらどんなにいいでしょうな。なるほど、誠心誠意寄付申し込み書を抱えて軒並みを駆けずり回りはするが、そのくせ出入りの仕立て屋やお三丼の支払いはしない。そんな博愛家、そんな同情家が私たちの間には何人いるか知れません。論理というものが私たちの生活にはないのです。そうですよ、論理がね。私たちはちょっと沈黙した。私は頭の中で計算していった。僕は1000世帯を200日間養うことにします。明日打ち合わせにいらしてください。私はそれを簡単に言ったのが満足だった。さらにソーボリがもっと簡単に答えたのが嬉しかった。承知しました。私たちは勘定を済ませて居酒屋を出た。私はこうして無駄口を叩くのが好きでしてね。エッチレンツァ、マッチを貸してください。
あのうちに忘れてきてしまいました。15分後には彼の二頭立ては遅れてしまい、吹雪の音に遮られて、その鈴の音はもう聞こえなかった。家に帰ると、私は自分の部屋から部屋を歩き回って、自分の立場をどっくり考え、それをできるだけ自分にはっきりさせておきたかった。私には妻に言うべき一言半句の用意もなかった。頭が働かないのだ。何にも考えつかぬままで私は妻の部屋へ降りていった。彼女は仕事部屋に相変わらずバラ色の部屋着を着て、自分の書類を私から遮ろうとするような例の格好で立っていた。彼女の顔には当惑と嘲笑の色があった。明らかに彼女は私の帰りを聞いて、昨日のような泣き顔を見せまい、頼みもしまい、主席に立ちもしまい、その代わり私を嘲笑い、侮蔑のこもった返事をし、きっぱりした態度に出ようと心構えをしていたらしい。彼女の顔はこう語っていた。そういうわけならこれでお別れよ。ナタリー、僕は立たなかったよ。と私は言った。だがこれは騙したわけではない。僕は気が違ったとでも、老いぼれたとでも、病気だとでも、別人になってしまったとでも、どうでも好きなように思っておくれ。今までの僕というものから、僕はぞっとして飛びのいて、ぞっとする思いでそれを軽蔑し、恥じ入っているんだ。彼女が身近にいるのにうっとりとし、彼女の部屋の暖かさに温められて、私は彼女へ両手を差し出しながら、上ごとのようにつぶやくのだった。僕は本心から言う。君を置いては僕には誰一人近しいものはない。僕はこれまで片時だって、君を慕わずに過ごしたことはない。ただ頑なな自尊心がこの告白を妨げていたんだ。僕らが夫とし妻として暮らしていたあの過去の日はもう帰るまいし、また帰ってほしくもない。ただ僕を君の下僕にしてくれないか。僕の全財産を取って誰なりと好きな人間に分配してくれないか。僕は気が休まった、ナタリー。僕は満足だ。僕は気が休まった。妻はじっと不思議そうな目つきで私の顔を見つめていたが、やがて急に小さな叫び声を立てて泣き出し、次の間へ駆け込んでしまった。私は2階へ帰った。1時間後には私はもう机に向かって鉄道紙を書いていて、難民も仕事の邪魔に来なかった。今ではもう私は不安を感じていない。2、3日前、妻や宗堀と一緒にピョーストロボーの農舎を見回った時目にした乱雑さも不吉な風聞も奉公人たちの過失も
すぐそこに来ている老教も何一つ私の心を乱しはしない。戦地に飛び向かう砲弾も銃弾も、兵士たちの身の上話や食事や靴の繕いを妨げはせぬように、難民は私が安眠をし、私個人の仕事をすることを妨げない。私の家の中にも屋敷内にも、はるかぐるりの一帯にも、ドクトル・ソーボリが慈善的乱痴気騒ぎと呼ぶ仕事が湧き返ってくる。妻はよく私のところへやってきては、私の部屋部屋をきょときょとと眺め回す。まるで自分の生活の言い訳を見つけるため、何かまだ難民にやるものはないかと探しているような風である。そして私は彼女のおかげで、間もなく私たちの財産は残らずなくなって、私たちは貧乏人になるだろうことを想見する。しかしそれも私の心を乱しはせず、私は晴れ晴れと彼女に笑いかける。この先どうなるか、それは知らない。